ネバル君、受け取ってください。全然受け取れないですね、ネバル。大丈夫ですか？はい、受け取りました。受け取りました。ネバル、ありがとうでございます。ありがとうございますね。ありがとうです。はい、はい、タスキお願いします。ネバル、特別長いタスキですね、ネバル君。眼球に引っかかってるって言われてます。ちょっと左目がプリッと当たってるね。あ、そうです。いいんじゃないですか、これ。あ、これ、どう目ジューネバー県警公認納豆の痩せネバール君と納豆のお兄さんによる偽電話詐欺、拍手。プルルルルルル、プルルルルルル。はい、もしもし、田中ですけど。あ、お母ちゃんネバか。俺ネバ、俺ネバよ。え、イチローかい？さネバ、イチローネバよ。なんかちょっと聞かないうちに変な喋り方になったね。もうみんな東京はこういう喋り方ネバだから。ちょっと待ってよ、ちょっと前に流行ったこれ、オレオレ詐欺じゃないの？怪しいわね。オレオレ詐欺とかじゃないね、バラからね。言っとくけど、一郎、お金なら貸さないからね。お金なんて一言も言ってないね、ばよ、お母ちゃん。え？ちょっと待って、まだ怪しいわね。あ、そういえば、私最近物忘れが激しいんだけども、一郎は今年何歳になったかしらね。もう一郎は710歳ねばね。納豆だけに710歳。はい、ネバーよ。もう一郎ったら本当に昔から冗談が好きなんだから、一郎で間違いないわね。間違いないね、バカバーね。ちょっと携帯電話をトイレに落としちゃったネバだから、新しい番号になったよっていう電話ネバね。そうなの？はい、ネバ。だからこの番号ちゃんと登録しといてネバよ。前は本当に昔からそそっかしいわね。わかったわ、これが一郎の番号ね。これが一郎の番号ネバだからね。登録しとくわ。はい、それだけネバよ。じゃあネバー。はい、元気でね。あちゃん。数日後。ピッピッピッパチッ。プルルルルル。プルルルルル。プルルルルル。あれ？この間登録した番号ね。これ確か一郎だわ。はい、もしもし。母ちゃん。え？やべえねばよ。どうしたの、一郎？一郎ねばだけどもやべえねばよ。何を？ちょっと警察にも行ったねばだけどやべえねば。警察？何があったの？言ってみなさいよ。電車の中でカバンを盗まれちゃったねばね。500万円入ってたね。500万も？今日の3時までに入金しなきゃいけないお金だったねば。でもそんな大金どうしたらいいのかしらね。もうやばいねば、もうこれもう死にたいねばよ。時間もないねばだし。一応死にたいとか言うんじゃないわよ。私が何とかしたいんだけど、500万っていうお金ちょっとすぐに用意できないから、ちょっとお父さんに相談してみるわね。大丈夫大丈夫ねばよ。お父さんに言うほどのことじゃないねば。なんでよ、こんな大金よ。これは会社で保険に入ってるから、ちゃんとすぐ帰ってくるお金ねばね。え、保険に入ってるっていうことはこの500万円は戻ってくるってこと？そうねば、だから今だけ必要ねば。そうなのね、戻ってくるお金なのね。そうねばよ、3時までに必要ねばだからね。わかったわ、それであればお母さんを下ろしてくるけど。あ、助かるねばよ。え、そのお金はどうしたらいいの、一郎？今一郎は別の県のとこに行って、なんとか待ってもらうねばだから、そしたら同僚が、会いに行くねばね、お母ちゃんのとこに。あ、同僚の人が取りに来てくれるのね。会いねばだから同僚に渡してほしいねばよ。はい、わかったわ。で、どこで待ち合わせなの？そしたら水戸の納豆像の前で待ち合わせでいいねばか。南口の納豆像の前ね。はい、ねばね。お名前は何ていう方？名前は詐欺田っていうねば。詐欺田さん。
な特徴があるの？まあ、大体30歳くらいで、30歳、色黒腰わらつけてて、腰わらつけてる、ハンサムネバだから、ハンサム、そして身長がものすげー高いネバよ、身長がものすごい高い方ね、はいネバね、それが杉田さんね、はいネバよ、わかったわ。じゃあ2時ぐらいに行けばいいのかな。はい、頼んだね、ばかちゃん。はい、わかったわ。助かったネバよ、ありがとうネバね。はい、じゃあ下ろしてすぐに2時に行くからね。はい。杉田さん、色黒よね。あの方ちょっと色黒だわね。腰わらつけてるわよね。あのすいません。杉田ねー。杉田さん。杉田ねーばよー。ちょっと待って。もし杉田さんじゃなかったとして、この500万渡したら大変なことになるけど。杉田ねーばよー。あの、お名前がなんかネバール君になってるんですけど、本当に杉田さん？これはニックネームでか。サギタっていう本名ネバね。本当に一郎の同僚のサギタさん。そうネバよ。一郎君から特徴聞いてなかったネバか。聞いてますわよ。でも言っていたのは、一郎は特徴でなんかハンサムって言ってたんですけど、なんか随分可愛い顔してらっしゃいますね。言ってるネバか。顔をよく見てネバよ。確かにハンサムだもんね。ハンサムネバでしょか。間違ってたら大変だし、あの一郎が言っていたのはですね、萩田さんはとっても身長が高いって言ってたんですけど、なんか低いように見えるんだけど、ああ、萩田さんで間違いないですわね。はい、わかりました。これがですね、一郎から言われてた500万円なんですけど、ご用意できましたので、これで一郎は本当に大丈夫なんですよね。大丈夫ネバよ。お母さんありがとうネバで、これで一郎くんはクビにならなくて済みますネバだから。じゃあこの500万よろしくお願いいたします。はい、ちょっとちょっとネバールくん、はい、こういう形じゃなくてダメでしょう。えこれ偽電話詐欺ちゃんとできてたんじゃないですかネバールくん。ネバよ、引っかかっちゃってるでしょ。いや、ダメです、引っかかっちゃう。だからこういうのがあるからみんな引っかかんないでねばっていう悪い例ねばね。大体ねばるくんって占っても710数はないよね。そういう開始してくるかもしれないから気をつけてねば。710歳じゃなくてネガワール君の中に入ってる人の年齢を言えばいいんじゃないか。中に入ってるって何言ってるネバか。ちょっと養成法で捕まえるネバよ。すいません、養成法では中のことを言うと怒られるんです。中のこととか中はないネバ。ないですね。あ、そうなんだ、はい、では失礼しました、はい、でもね、ネガワール君一応ね、それ犯罪だから逮捕してたのね、今日は。はい、ネバよ。逮捕されちゃいますね。明日の金曜日はね、ネガワール君逮捕って大きく出るからね。そしたらもうテレビ出れなくなるね。あまり変なことは言わないように。